あの先週まであの出張で、出張であのまあ、ちょっととある地域にいたんですけれどもはい、はいで、自分と同僚と2人で行ってたんですけれども、はい、け結構長期間で2週間ぐらい出張はあったんで、社長も、まあ、その2週間出張だから、土日、まあ、とか,なんかあのトラック使っていいから、まあ、観光でもしていいよっていうふうに言、まあ、ってくれて、うん、2>, まあ2人で。 ちょっと観光がてらまあ二人ともまあその廃虚が好きなんで、えー、はい、<laughs> まあ一応一眼レフとか三脚とかいろいろ持ってって二人で探索したんですね。えー、であのー、なんだろうなその結構海沿いのああのたまあ、海沿いの地域に入った時になんか。うん ここ怪しいからってなんかピンをしてくれてて Google のマップで。ほいほいでそこ転々としてたら、うん、まあ内科の廃院みたいな,なんかその木造の2階建ての範囲員がピンがあってで、ね、<う>そこ行ってみたら入り口が普通に開いてて「うん、あ入り口開いてるから入ろう」っつって入って、うんうん、たらなか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 ちょっと今までいくつか。 いろんな背景言ってるけれどもその中でも断トツで気持ち悪い感じでちょっと写真お送りしても大丈夫ですかはい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 ちょ,ちょっと待ってください、ね。ははい、はい,よいしょえな、ー、何そんな僕の好物を <laughs> <laughs> 送っていただけるんです、ね、<laughs> 写真お好きですもんねもう大好物です。それこそとある有名な僕はハイインにちょっと先日やったんですけど。はい ぶっ壊れてましてねぶっ壊れておりまして、あちょっと悲しい限りでしたけど、ああここも、まあ、なんだろうな、そのて2階建てであの、上は特に雨漏りはなかったんだけれども、その床はすごい綺麗な状態で、うんうん、な探索はしやすかったんですけど、うん、一応、3枚お送りしますね。ははい、はい おお来た来た来た。うーん。うえー。チャイムがこんな感じで。木造のい綺麗結構いい感じの。はいはいはい。すごい綺麗。で、はい、そうすごい綺麗めなんですけど、うん、ここからがちょっとちょっとしてね。えー、っと一気にバーって送っちゃっても大丈夫ですか。あいいですよ。はい。じゃあすみませんお送りします。 こんな感じなんですけど。おおおおおおおわわわ。えっと最初三枚お送りしたのが、えっと廊下から見えるそのトイレだとか、あとそれから薬品の棚とか、あとレントゲン室の入り口とか、あのまあドアにレントゲン室って書いてあると思うんですけど。うんうん。おお何これ。 あの部屋 <laughs> 部屋がこんな感じですごい壁に紙とか書いてあったりとかなんか今さっきまで住んでたんじゃない、まあ、ちょっとだいぶ時間たってるだろうけども寄、うんまあ、て人かなっていうような,なんかその生活感のある感じがまま残っててでまあその。 自分同僚と気持ち悪いねって言いながら写真撮ってたんですけど、はいはい、あのこのこたつのある部屋、あこたつ写ってないのか。こたつは<の>見えないかな。見えないか。ごめんなさいね。えっ、ー、とこの人形がある写真はわかります。この受話器の横に受話器の横はこれは人形なんですかね。人形なんですよ。はあははあ。受話器違うあの黒電話ですね。あ,あーごめんなさい黒電話、はい、黒電話の、はい。 なんかその下のところに顔がただれてる人形があって、うんうん、これよく見ると髪の毛が多分本物なんじゃないのかなってぐらいのなんかクオリティで、でん,んか確かにちょっとリアルっちゃリアルですねで、うん、まあちょっと気持ち悪いって思いながら撮ってたんですよ、うん、で、まあ、ここのここの部屋だけがす,んすごいなんか薬品というか,なんか独特な匂いがしてうん、うん で、もう気持ち悪くなっちゃって、うん、でまあ出ちゃったんですよねそのままもう,、うん、もう早く出ようっつって、うん、あちなみにこれじゅこの黒電話とかの写真私ちょっと出しても大丈夫ですかここくらいはあ一応大丈夫ですあの特定されるようなものは多分ないと思うんで人も写らないように配慮してお送りして,ってそうです,すね、はい、あのな内観はがっつりだと多分特定班 まあ、特定されてもまあどっちがことないかもしれないですけど一応一応,、うん、一応この受話器のその感じそのなんかあるよみたいなだけちょっと出しときますね。はい、あ、はい、はいはいはいこれこれねこれななんか人形の頭みたいなのがあるのが見えますけどね。うん、うんんははい、はい一応まあ調べた限りだと、うん、まあ廃棄地図だとか、うんまあ、特定のブログとかでは挙げられてたけれども、まあ、ほとんど出回ってない。 なんかそんな感じで、僕もちょっとこの内観は見たことないですね。うん、後でちょっと教えてほしいんですけど。うん、ああ、もう、後ほど、後ほどよろすいま。すいません。よろしくお願いします。いえいえ。<laughs> ほうほう。まあ、あ部屋の内装ももしよければ出していただきたいかな。ああちょっとまあ雰囲気が出ると思うんで。まあ確かにね、これ、これだったらまあいいかな。ここ。 あと,あとこんなんねこれすごいねこの白い感じ <laughs> 昔で言うところのな,な,なんだろうなちょっとこうんか白い廃校とかね、うん、そういう白亜の迷宮だっと白いっていうのをこうテーマにテーマじゃないけど、うん、そういうちょっと特徴のある白い部屋っていうのとかは廃墟ではいくつかあったりしますけど。 ああごめんなさい僕は知らないです、ねまあ。そういうのはねあったりするんですよ。もう博多の名城とかはまああの三重の方の灰鉱山でしたっけど灰鉱場でしたけど<ー>もうなくなりましたけどね。あーあーありがとうございます。ちょっと調べてみますかねーーああすごい白い。はいはい。こういう感じで。で<ー>はい。まあこ,こんな内装で、うん、え匂、ー、いも結構きどぎついからまあうん、うん、逃げ帰るわけなんですけどはい,はい。あのー。 帰ってる途中2人でも気分悪いねっつって肩重いねみたいな機能性だろうって言いながら帰ってたんですよ、うん、そのトラックを、まあ、結構、まあ、なんだ離れたところに止めてたんで、うん、海沿いの海沿いの,あ海,沿い海沿いのその大通りの道路に、まあ、路,路中してて、うん、でそこからまあ10分ぐらい歩,くと歩いたところにこれがあったんですねはい、はい、でそれで帰りも10分ぐらいかけて歩いてたんですけども、うん、同僚がいきなり肩をバーンってたたいてくれて、うん、で ちょっと俺も叩いてくれっつって、うん、<laughs> で俺も叩いてやって、うん、2> で2人でだべりながら帰いてたんですよ、うん、でまあ住宅街だったんですけどこのエリアが、はい、で住宅街を抜けるとあのその大通りがあってそこにトラック止めてあって、うん、でトラックに乗り込んででちょっと出たんですけど出て開口一番あの住宅街抜けるあの道すがら ずっと黒い影が後ろついてたって言ってて、うん、でそいつなんか見えるちょ,ちょっとだけ見える感じのやつなんですけども「でえマジで?」っつってえ「じゃあもうちょっと近くの寺行こうぜ」ってそこからすぐのところに寺があったんで, <laughs> で寺で、うん、<laughs> 寺の公衆トイレ借りて「お清めの水だ」っつってなんかそれで手洗って顔洗って、うん、うがいしてで帰ったっていう話なんですけど、うん、もう出 ちょそれがもう今週帰ってきちゃって、うん、でもう行けないんで、うん、もうよければちょっと僕の代わりにちょっと長時間行 <laughs> ってみたらどうかなっていうですねそれこそこの匂いだだなんだってます。やっぱ病気 とはいえなんか見る限りもう物っていうのはそんなになさそうですけど、はい、あないしかもこの時期だし動物だとかの,その死骸の匂いっていうものもちょっとなさそうだなって気はするんですけどやっぱカビとかね乾燥してたりするとやっぱちょっとなんか鼻にこうそういうのがツンときたりだとかもちろん匂いってそうただ、ねま、そのなんだろうカビとはまたちょっと全然違う匂いでああの下に溜まってるなんか泥だ堆積してるものとか<ー>その。 落ち葉が腐ったりだとか,ううかそういうヘドロ系統のにいとかはまあ確かにこの時期でもするところはそうまあ夏場とかだったら多分相当すごいでしょうけどあ<ー>、うん、あでもなんか冬場ま,まあもう冬は終わるけれども、うん、まあなんか先週すんごい寒かったんですよここはいはいはいなのにこの部屋この2つの部屋だけなぜか生暖かくて。 おなんかまだいるのかなぐらいの,ああの確かにそういうこうなんでしょうね部屋ごとになんか温度というかその肌感で感じる気持ち悪い感じんっていうか何ここはそういう,こう <laughs> エアカーテン的なものがあるのみたいな <laughs> <laughs>、ね、部屋ねあったりしますからね はい、あそれこそ本当に病院ですけどいいあのもう亡くなりましたけど埼玉飯能にあった病院の跡があったんですけど。えっと<う>あれでしたっけあの鉄格子がある 病院鉄格子、まあ、鉄格子もあったりはしましたけども、あのーはい、そこも壊されてますけどそこもやっぱすごい空気感というか<ー>確かにもう冬ばっちゃ寒い時に行ったような記憶ありますけど<ー>なんかそういうようなこうしかも僕夜に行きましたから <laughs>、あのー、質感的なようなものも雰囲気相まってやっぱり相当感じるししかもこの白い感じのこの、ねはい、建物とかだったらより一層雰囲気も 強いだろうし昼うん昼まあちょっともう。なんかもあるのかなとかも思うしでもこれってあの背中叩いてくれっていうのは向こうから言ってきたんですよね向こうからで俺も叩いてくれってなったわけですよね雰囲気的にいやこれ俺もなんかその昔ちょっとあのむ昔付き合ってた子にもう20年ぐらい前ですけど。はい あ,のあるところで背中たちょっと背中叩いてって言われて「えっ?」て虫でもついてんのかしらと思って「でも叩いてっておかしいよな」と思ってとりあえず叩いてパン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 叩いたら「ふー」ってなってるんですよ。はい、え何って言ったら「いや <laughs> いつものやつ来た」みたいな感じで <laughs>「<laughs> いつも車に乗ってるんすって」えー。え、うん、でも俺が乗ってたりするとそうでもないんだけどうーわーって感じだったからちょっと久々だったんでしょうね。 あれですねみこさんでしたっけあの前お付き合いされてたっていうのはみこっていうか寺お寺さんの娘さんですねの、はい、昔のよう覚えてますねいや何 <laughs> すごい印象深くてそ<う> <laughs> いいなあと思いながらそういいないいなだってそういうことはやっぱあるんでまあ、うん、それがね本当かどうかわかんないですけどやっぱりちょっとこうそういうのでね帰り特に何,何か こう嫌みたいなのはなかったんですか？気持ち悪いいやもう特になかったんですけど気持ち悪いから、うんまあ、この話やめようっつって一、うん、回話やめたんだけどうん、うん、あの結局また話し,して <laughs> でなんか写真見返しあがら書いてたんですよ <laughs> はいはいはいだからあの天井の写真多分お送りしたかたと思うんですけど天井はいなんかありますねこれはあのこれ釘で全部打ち付けてるんですよこの紙を <お>紙なのかな、布なのかわかんないけど。うん、え、釘と<く>天井のなん<く>だろうこれ。画質<く>悪いからわかりづらいかもしれないけど。釘とかあったかな。釘ああこれねああはいはいちょっと出しますね。うん、釘？これ釘かこう点々なってるとこ全部釘ってことですかね。 そうそうそうあと「神」って書いてある、はい、あの壁に「神」って書いてあるじゃないですかはいはいあのそこの,あの天井のつなぎ目と、まあ、下のところ、うん、区切りとかもなんか釘であ十個とはこれあれかその白い布かなんかで全部うっつけてあるんだそうそうそうで窓も全部一回多分もう全部まば、ま、りしてるんじゃないのかなと思うんですよね見る限りだと風がもう すごい地域だったんで風で多分髪が何か破けて今もう吹き抜けになってる状態もともとはずっと全面白張りだったんじゃないのかなって写真と見返して思いましたねこれ確かにこれは人為的に後に何かやってますねそうですねうん廃墟う誰も住まなくなった後に こういうこう。誰かがこう白く手を加えている。でもなんかかなんかこうちょっとぎなんでしょうね。ようわからん。儀式やってたんじゃね。えの感すごいですよね。<laughs> 人形がね。ちょっと、うん、顔が焼けてる時点でもうやべえなと思ってそしたら、まさか壁に神とかたくさん書いてあるし、うん,う,んうん。<laughs> あ、確かに。でもここがその儀式を行ってここだけじゃないですか。白いって。 えっと、あともう一個写真お送りしたかと思うんですけど、うん、あの縦長の部屋があそうね確かにそこも、うん、これもっ白いですねここであと天井もあの見てもらうが分かると思うんですけど、うん、あのなんて言うんでしたっけあの建築の建築の材料であのなんだあのあ網網じゃないけど<網>なんて言うんでしたっけ <laughs> あのて天井になんか。 走ってるじゃないですか。なんか,か壁かあ天井からなんか細い<う>細いものがなんかプアーってワイヤーみたいなのがなんかプアーってうそ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 う,そうなんかとかもうすごい気持ち悪くてなんかなんだろうまあ儀式なのかまあ普通に精神異常者なんじゃないのかなって思う点はあるけれども <laughs> まあ。<laughs> いかんせん気持ち悪かったっていう話すみませんちょっと取りとみもなくてこれはでもちょっと状況としては誰かが人為的にっていうあのー、うんそうですね,ね<え>人為的に栃木のブラデラとかもそうだしあブラデラ気持ち悪かったなあれ <laughs> とかねえ誰かがキーパックが天井からぶら下がってるや <laughs> そういうのとかうん BE 研究所とかあ<ー>そういうの,畳部屋のそうねだからそういうこう、うん、まあもともとそういうとこだったとか後に誰かが住み着いてそういうことをしてたとかなんかいろいろとありますけど、はい、ちょっとこう、うん、な,なんですかねななんかつ強い何か念、ね、みたいなものは感じますよね。うーんあ<ー>まだ、ね、ぜひ遊びに行って はいちょっとど,どっかまだ分かんないから <laughs> あのー、あじゃあちょっと今お送りします、ね、はいはいはいでもいろいろいろいってるっちゃ行ってるけどま、まあ、やっぱまだ行けてないところ多いからな <laughs> 今となってはって場所も多いし <laughs> アスベストとかではないけどね、えー なんかシトはないですね。白い、うん、うん、白い布とかを、でもあれいちいち貼ってったってすげえな。そうなんですよ。多分。うん。うん、えーっとどこかな。これじゃない。えー、っとあとでもいいですよ。 でいいですか全然すすいいいませんねちょっとでよ。ちょっとまた何かありましたらぜひぜひ。はい。よろしくお願いいたします。ありました。ありました。た多分近いんじゃないのかな。えまあ都内にお住みですよね。都内ですよ。あれこちらですね。え ここ行けたの？あ,あここ行ける。す。えもしかして遺跡録とか見る人ですか？はい。遺跡録とかあのよく眺められる方ですか？遺跡録はそんなに見てないですけど。ああ。あのまあブログとかそういうの見たりはしますけどいろんな廃墟系統の違う。ああお。<laughs> いやこあのえこれ言うとヒントになっちゃうから、ね、ちょっといやどうしようかなあのー。<laughs> <laughs> あの <laughs> それ<う>と <laughs>、はい、え昔ここ住んでた嘘 <laughs> えうん住んでた昔ここ住んでましたつでここのここも知っていいけど当時入れなかったんじゃないかなえじゃ結構前にあ,あえっ、ー、と、ま、そんなに前じゃないのかなここその 併業したのい併業は前前なんですけどその閉業してたとしたって管理者で絶対、はい、まあ廃墟だろうがどうだろうがあのう、ね、管理者って誰かしらいるんですよ当記調べれば絶対に誰か管理してってわかるんで。そこがもう なんか管理してる人たちとかが亡くなってそれの所有をどうこうみたいなような問題ちょっと宙ぶらりになってたり管理者はいるんだけどももう全然管理中まあの名ばかりで何にもしなかったりっていうことがあったりするんですけどもうもしかしたらその間とかにそのもう全然手をつける人もいなくなって誰かが入っちゃってそっ1回入られちゃったらまあ後からはもうゾロ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 その噂とかが広まってって。 行く人とかが増えちゃうっていうパターンもあるんで、僕が住んでた頃はここ多分未踏、うん、じゃなかったんじゃないかな。まだ<う>それだねぐらいですか相当前です。もう二桁です。二 <laughs> 桁、うん、前です。<laughs> はい。なんであそうかここね。まあ、うん、<ー>やっぱこの地域。 気持ち悪いや <laughs> まあ、うん、気持ち悪い場所じゃないけどね。そうなんですか、うん、僕はまあ <laughs> 特徴的なところで言ったらあの、うん、基本的には何だろうね遊びに行ったりする場所なのでこの土地自体は、はいうん。だからそんな気持ち悪い まあでも、まあ、その人の取りようなのかもしれないけど <laughs> な <んか S 1> そう, <laughs> そ,う、ね、そうなんで、ね、まあまあでも、うん、確かにいろんなものありますよこの地域は。うんうん、あのー、遺跡移行とかも結構いっぱいあるし遺跡移行、うん。それ系統もいっぱいあるんではい、はい、なので行けるところといけないところまだあると思いますけど。 はいうん、なんかよう分からん研究所跡みたいなのもありますしね、うんうん、海沿いに海沿いにあるんですよコンクリート遺跡だけしかないですけどねいま<ぁ>だに多分落書きですげえなっていうところじゃないのかなと思うけど<ー>えっとこ,ここでしょ ここだから、えっ、ー、と、俺が <laughs>、俺が行ったところ違う <laughs>。あのーこ、ここよ、ここ、ここ。こ、ここのね、ここの辺りにね、建物がね、まだ残ってない。あ、これだ。これ、これ。えっ、ー、と、こ、はい、こ、これだよな。これだよね。ここ、うん、ここ、ここ。あのー、 ここ今,今はそういう地図とかに載ってるかもしれないですけどここにうんたらかんたらのなんか昔こう研究をしていたみたいなようなところがあ,、はい、あったらしい僕はもう本当にもうとてつもなく昔に調べた時にあったんで実際そういうことやってたどうかっていうその記述もそこまで残ってないので。 えー、何ここ <laughs>、うん、あ一応 URL も貼っときますけどここはも,うそうねもしね機会があるんだったらこの辺りあ<ー>そのまあ言うたら遺跡系統多いんで、はい、行くとちょっと面白いんですよありがとうございます <laughs> すいませんすっごい古い小学校跡学校跡とかもありますしはあ<ー>、うん、いやちょっとなかなか行けない地域 <laughs> <laughs> ね、ここはねちょっとね、うん、ここまで行ったらちょっとこの辺りをいろいろ探りたいなと思う人も多いんでしょういやもういっぱいピンをしてんです実はでしょうね <laughs> <laughs>、うん、この辺りは僕もいつか行きたい行きたいと思いながらなかなか来れる場所じゃないので、うん、まあでも、うん、ちょっと行きたいですねこれここ行けるっていうことはちょっと状況が変わってる場所もあるかもしれないんで。 うん、行、うん、ってもいいかもしれないですね。まあ、ちなみに何件かは、あの、やっぱ、まだ管理されてるところが多くて。車止まってたよとか、まあ、あと。粘り、ちゃんとベニヤで、うんうん、あの、入り口とか封鎖されて、あの、キープアウトのテープ貼られたりとか。うん,う,んうん。まあ、見受けられたんで、まあ、だから、本当、ここだけでしたね。なん、もう、逆に入れるところって。まだそうう他にも、うん。十、うん、件ぐらい行ったんですけど。そういうね、のりのところが。 おそらくは、うんえー、そう、ちょっと誰かの手によって、そうなってしまったっていう感じじゃないですかね。多分ね。ねはい、あ、いやいや、ちょっとありがとうございます。これはちょっといい、こちらこそ、すみません、中村君。い,いえい,いえ、ちょっとこ、この手のは。 ねなかなかに阪身でもまあしゃ喋らないのでよかったよい情報を知り,ら知りました。ありがとうございます。はあ、またぜひぜひ。はい。よいしお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、中学生の時のお話をします。はいはい。はい、えっ、ー、と、中学2年の時に、うん、夏休みの間だけ、 友達と一緒に朝ジョギングをすることにして、うん、でまあ走ってたんですけどほいほいでそのある日同じように、まあ、いつも通り走ってたらまあちょっと起きたことなんですが、うん、その走るコースっていうのがうちの実家はちょっと結構山の上の方にある住宅街で。うんうん でそこの団地をぐるっと一周してから、うん、山道をぐねぐねっと上がっていって、うん、で山の大体、うん、その山の中腹ぐらいのところに焼き場があったんですよ。でそこまで行って、うん、引き返すっていう、まあ、コースで。うん、まあ片道 だいいた1.5キロぐらいだったかなと思うんですけど、うん、でそこをいつものように走ってて、うん、で焼き場のところまで行ってで引き返すのに2人で並んで走ってたら、うん、そこの道っていうのが左あ片面が藪の中藪で、うん、まあ山の斜面ででその反対側は。 畑とか空き地とかがあって、うん、ちょっと山の谷に,なって谷になってるような感じのところなんですよね。うん、でそれで引き返して走ってたら左側の方がその山なんですけど、うん、そこからなんとなく虫の声に混じって、はい、ちょっとチリンっていう音が聞こえたような。 気がしたんですよ、うん、で最初は「あなんかスーツのような音したけど虫の声だよね」って思って気にせずに走ってたんですけど、うん、やっぱりチリーンってなるんですね、うん、でえって思っていやそんなはずないこんな山の中にそれも朝大体 6, 6時半前ぐらいですかね。うん でそういうい焼き場があるようなところなんで本当に民家もないですし、うん、で人もほとんどそこは通らないんで <laughs> その山の中から鈴の音が聞こえるっていうこと自体がちょっとありえないかなと。うん、でまあ気に,し気にするなと思って走ってたらやっぱりチリーンチリーンって続けてこう鳴る音が聞こえ始めて。うん、で 隣で走ってる友達になんか山の方からチリンって鈴の音聞こえてるんだけどって言ったら、うん、ちょっと立ち止まってで耳すませて「いや聞こえないよ」って言われて「うん、いやえっ気のせい?」と思って、うん、まあ走り始めて、うん、でもやっぱりチリンチリンチリンって。 ずっっと聞こえるようになててきて「いややっぱり聞こえてるよ」って友達に「ほらほら」って言ってもその友達にはどうしても聞こえてないみたいで「いや全然聞こえない」って言われるんですよ言われて「ええ」って「いや確かにチリンチリンって何回も聞こえてるけどこれなんだろう?」と思いながらちょっと気持ち悪くなってきて。 でちょっと友達に「ごめん私にはねどうしてもさっきから鈴の音がするからなんか気持ち悪いからちょっと急いで帰ろってでいつもよりも急いで走って、うん、まあ帰ったんです。うん、でそれからその日の昼前ぐらいですかね多分、うん、自分の部屋でちょっとくつろいでたら机の上に。 カセットテープを何本か置いてあったんですけど、うん、そのうちの1本だけ急に傾いて、うん、それがカタン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 って左右に触れ始めたんですよ。うん、カセットテープかそうです。ほう でカタン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 結構な角度で普通だったらそこまで傾いたら絶対パタンって倒れる角度なんだけどそれが倒れないでカタン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 って止まってそれをもうなんか目が点っていうか。 <laughs> もう何も声出せなくってただ呆然として見てて、うん、それを友人も見てるんですよねはいそれもう一人の友人も見てるんですよねえその子は私一人だったんでその子は見てないんですけど私一人が、はい、部屋にいて、うん、だったんですよねああそうなんだそうなんですよ、うん、で「えっ?」っていやいや他にもテープは何本かあったんですけど、うん、その何本かあうちの1本が カタンカタンカタンって傾いて、うん、でまあ最終的にはピタッと止まって、うん、でも気持ち悪いからまあおその時母が台所にいたんで急いで「お母さん今テープが勝手に動いた」って言ったんだけど、うん、全然相手にしてくれなくて <laughs> 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 えー で怖って思いながら、うん、で部屋に戻って、でちょっとえ今のは何だったんだろうって、まあ、机をちょっと思いっきり、まあ、学習机って結構しっかりしてるのでそんなにまあ、まあ、揺れないんですよね揺,揺らしても、まあでも一緒揺れたところでですからね。そうなんですよ、ね。よ倒れておしまいだし。ですよね。うん、それも何本か。 1>, その1本だけ傾いたんで、うん、いや地震はきてないし机はそんなにカタン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 っていうぐらいそんな振動起こらないし、うん、えっって、うん、<laughs> どうしただろうっていう話です <laughs>、まあ。 物理的なものとかをちょっと考えにくいけどまあだからそのジョギング中に起こったもんですよねその音っていうのはチリンっていうのはそうです。ーチリーンっていう音でしたねそれとそのまあ部屋の中で起こってることがつながるのかどうかはまあ正直わからないけど。 うん、まあ、ななんか関係があるのかな、なんかついてきたのかなとか、まあ、その想像はしちゃいますけど。まあ、特にそれ以降、何も起こっているわけではないわけですよね。はい、そうですね。その後は何もなかったです。うん、なんなんでしょうか。ね。う,ん,うん、未だにわからないんで。だから。 焼き場が近くにあってからなんかそういうものがいたのかまあ推測でしかないですけどうーん <laughs> チリンででもチリンはなんか音がするのかなとかまあ音ってねどっからどういう音が聞こえてくるのかっていうのはまあそれはその時にまあ誰かがそこにいたのかなっていうのもまあ あるにはあるけどじゃあなんでもう一人には聞こえないんだって話にもなってきますからそうなんですよ確かに私には何回も何回もそれが聞こえていたんだけど友達は何にも聞こえないって言うんでうーんえー、私だけしか聞こててないってそれこそなんか誰かが気づいてほしかったのかみたいなね想像とかはしちゃいますけど。 うね,ねいまいちこうつかみどころものない現象だからつながりも、うん、でもその立て続けにそういうわけわからんことが起こっちゃったらなんかまあつなげたくはなるけどもわ、うんうん、かりにくいことすなよって思うけどもそうだったら。<laughs> 何をどうしたかったのかはさっぱりわからないんでただ気づいてもらいたかっただけなのかなってんか怪階段の上で考えたらそこに現れても「あこの人見えない?」ってなってそういう音で。 知らせたのかまあうんだとしたらその目的が、うん、ねその、うん、なぜおはぎさんにそういう,こう見えないんだったら見せるように気づいてほしいような行動を取ったのかみたいなことも、まあ、まあちらさんの考えがもしあるとしたら全然わかんないけどもう目的なんで考えたってしょうがないっていう話ばっかりですけどね階段には。 そうですよねとは,とはいえねもうちょっと明確に何か伝えてほしいけどもしいるのでそれがそういうことだったらねただただ、ね、はてなでしかないですからね分かんないですよね<ー>本当に、うん、何でしょうかいやありがとうございますあいえいえいありがとうございますまた何かありましたらお願いいたしますはい,はいお願いしますはい、はい、ありがとうございます、はいはい 非常に不思議というか、うん、えっていう話なんですけど、はいはい、これ、私の直接の知り合いの方が、えー、体験した話です。はい、で、えー、実はですね、えー、その方が、今は、今二十歳ぐらいなんですけど、うん、小学校三年生の時に、三、はい、四年生の時に体験した話なんですけど、はいはい、女性の方でで、 3年生の,そのクラスのあった、うん、その、うん、まあ3階なら3階のトイレ、うんで。トイレがありまして、トイレに向かって、うんえー、右にガラガラっと引き取って、横に開ける。はい、で、開けて中に入ると、右側は壁。で、正面に、えーとうん、個室が4つ並んでて、はい、要するに左側に奥にずっと入って、ね、はい、はい、で 突き当たたりにもう一個あったんです、うん、でその突き当たりにあるトイレだけが洋式、うん、残りが和式なんですよはい、はい、そうするとやっぱりあの女性の方は洋式の方がいいみたいで女の子たちもやっぱり、うん、でそれだけじゃなくてそこだけちょっと洋式なんで広かったんではい、はい、友達とその休み時間とかに二人でそこに入ってこっそりお,おやつを食べたり。 まあ要するにそういうトイレだけの用途ではなくて、うん、えそこにでいろいろいろんな話をしたりとかって言って思い出がずっとあったんですね3年生。で3年生1年間ずっとそこでそのまあ例えばえその A 子さんとで友達が B 子, B 子ちゃんっていうその仲のいい子がいたとしますね、うん、名前にして。はい、でその B 子ちゃんとの思い出がもう1年間ぎっしり詰まったトイレな うん、で4年生になって、うん、クラス替えになりますよね。はいはい、でクラスが変わって違う階へ行ったりとかして、うん、要するにその,その階から離れるので、うん、荷物をこう運んで最後その最後にその思い出のトイレもう一回行っとこうと思って、うん、その就業,就業式っていうんですかねその 修行式か4年生になる始業式の時に、うんあの「変わるから」っていうトイレに行ったんですよ。うん、でドアをガラガラっと開けて、うん、中に入って、うん、その奥へ行ってトイレに行こうと思ったらそのトイレがないんですよ。うん、おー <laughs> で出たそれでスペースは空いてるんですよひ。ちょっと広く空いてるんですよ。 だけど普通その壁とかがあってもし撤去したならば、うん、その壁の跡とかもしくはいわゆる便器があったところの、うん、そのなんか穴が開いてるとか何かがありましたよの痕跡はなんかねあってもいいんじゃないかと思いますけどそれが何にもないんです<お> <laughs> でいやどう考えてもだって1年間の思い出が全部詰まってますから、うん、そのうんうん、こビーコちゃんと うん、で「いやえっ、ー、えっ、ー!?」ってなったんですけど、うん、とりあえず一旦ちょっと怖くなってトイレから出て、うん、ちょうどそこへ先生が取り掛かった、うん、先生に「あの先生トイレないんだけど」って言ったんですよ、うん、そしたらですね「いやその先生何言ってんだお前」うん、そんなとこに洋式のトイレなんてないぞうん、うん いいいやいやいやだって1年間ずっと遊んできたしずっと入ってええー、ってなって、うん、そんなことないおかしいって言って、うん、もうその先生ほっといてバーってそビーコちゃん探しに行ったんですちょうどビーコちゃんがいて「うん、ねえねえねえ」って「うん、あそこのトイレなくなっ,るなくなってるんだけど」って言ったら「うん、何言ってんの、うん、私はあなたそんなとこのトイレ入った覚えないしあそこにトイレないわよ」。<laughs> いやいや,いや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 おかしい <laughs>、うん、それ変だよって思って、うん、いやもうそれでもどうしても信じられなかった1年間の思い出が詰まってますから、うん、それでその女の子は戻って、うん、右手でガラガラと引き戸開けて、うん、怖かったんでなんか、うん、首だけ中に入れてヒュッと中覗いたんですはい、はい、でもやっぱりトイレないんですよ、はい でもやっぱりトイレないと思ってなんか気持ち悪いと思って後ろ振り向いて左手で分かりますね左手後ろ振り向いて左手でその引き戸をバンって閉めてパッて行ったんです。行こうとしたたんですそのの左手親指がって思ってパッて見たら親指の腹ごっそりこそげてなくなってたんです。 削フフフで「痛!」ってなって血がバーって出て「うわ!」ってなったけどもうなぜかもわからないどこでどうなってなんで親指削れてんのって話ですから、うん、これねどう考えここで話は終わるんですけど結局その子もなんでかわからない、うん、でも、うん、思い出だけは残ってるわけ。うんうん 一つこれその子と話してたのはもしかしたらそのパラレルワールドってあるじゃないですか違う世界の住人だったものその子がね実はその子はパラレルワールドの違うところでそ,のそこにはトイレがあって要するにその引き戸がそのトイレが入り口になってるっていうかそこを閉めたことで親指の腹だけ持っていかれたんじゃないか っていうようなことしか思いつかないんですよ。で、これ何なんでしょうかっていうらだビーうたら B' ちゃんってことですよね。はい、そういうことです。そうです。<laughs> 意味がわからない。ということは、あちらの世界にはそのこそげてしまった親指の腹が、ええ、残ってんのかな。そうなんですよ。それしか思いつかないんですよ。でも、いや。 さんならもしかしたらいやそれはこうだよっていうのが出てくるかなと思って <laughs> これ多分誰に話しても、えー、いやいやこれいやねっ桑武さんねいやそんなこと言うけど、えー、いやおばかさんと <laughs>、えー、小学校3年生だよってそんなわけなわからないなんかトイレなあるわけないじゃないのよってそれはこここうだよって言えるやつ出てこい <laughs>、まあ、そうですよね。<laughs> なでどう考えても謎でしかないし <laughs> でもその子は実際に親指が削れてたことと思い出だけは残ってるからその小学校の,そのよくあるあの自分で友達作ったりとか作り出したりとかっていうようなああいいう話でではないわけですよしかもなんかこう小学校3年生じゃないですかその1年の。そうで,すでやっぱあの結構なんか2年の後半とか、ええ、あの3年生とかあたりで。 ええ、結構なんか僕,です僕の感覚ですけど、ええ、階段増えてくるる気がするんですよあそうなんですかがあなるほど。うん、なんかこう高学年、ねまあ、456とかなったらもうがっつり結構覚えてるものありますけどやっぱり低学年の時とかってやっぱちょっとあの、ええ、よっぽどのこうね記憶力のあるような人じゃないと、ええ、もちろん覚えてるかもしれないですけど。 あの事、はい、細かに覚えてないのと、結構こう。その時に強烈な出会いとか。はい、あの言葉もいっぱい喋り始めるし<あ>で考えて物を喋るようにちょっとなってきたりするじゃないですか。ああ、なるほど。なるほど。それぐらいのなんかこうなんすかね。せ成長期で言葉もいろんなものを覚えて、はい、誰かの言ってるテレビの内容とかも,も。少しずつこう。理解ができ始めて。 形成されていく真っただ中みたいな状況その時に1年もの間の思い出が全然なしっていうのはありえないですよねやっぱりいやないんじゃないかな、うん、その子は真剣に喋ったからあの、うん、嘘ついてるとわかるじゃないですかそういうのって、うん、なんかこう作ったりとかした話だったらわかるけど、うん、その子は本気でいやすごい不思議なのって言ってずっと。 自分でも信じられない感じで言ってたんで<ー>うん,いやなんかそのイマジナリーフレンド的な話なのかなってちょっと思ったんですよ、うん、でもそれは、うん、そうねだって B ちゃんいるからで B ちゃんとはそもそも仲はいいんですかそ,それ以降なれな仲も別に普通にいいんだけどトイレでの記憶はないって、うん、いうそこだけがないないんですよ他で遊んだ記憶とかはあるあ,ある わあ誰イマジナリーじゃないですよね。ちょっとイマジナリーフレンド的な話は若干ずれてきますよね。だったらでも本当に不思議なんですけどね。イマジナリー空間みたいなパラレル系のやつだったら B ちゃんにも記憶ないとおかしいんですよね。そうなんです逆にその違う B ちゃんだとしたら今の世界。そしたら違う トイレの記憶とか、なんかその代わりになるものがあってもいいじゃないですか。ああはい、はいはいはい。それがないっていうのが変ですよね。あ,ねあのこ、いや、ここで遊んでたでしょって、その遊んでた場所が別の場所にすげ変わっていると、うん。そう、そう、そう、だったらわかるんです。わ、うん、かります、わかります。そうじゃなくて、そこだけがごっそり抜けてるって変ですよね。ねうんいや、本当不思議な話で、これ聞かしてもらって、いやー。俺もなんとも言えないわって。でも。 うんそれぐらいしか考えつかないねって,ってパラレルワールドの話をしたまあでも大大概こういう系統に行きついちゃうんじゃないですかですよねそれしかもう思いつかないというか、うん、まあ安易にねそこに持って行きたくはないっていうこの怪談ジャンキーの思考っていうのもあるかもしれないけど、うん、あるけでわかります、はい、でも発砲ふさがりじゃないですかそう <laughs> <laughs> でもそれがこの親指が削れたことによってそのそれがパラレルワールドが 実際に実在するような何かの証拠に近いものになってくれたらちょっと面白いなっていうふうに思ったんですねそのパラレルワールドっていうよりもなんか別空間どこかにいっちゃったとか、うんまあ、同じ時間軸の中の違う世界みたいなのがあるのかなとは、うん、その、えー、その先に進んだところに一個だけある洋式トイレでもおかしいじゃないですか。 もともとその作りが変ですよ。普通に考えたら。たまにでもありませんあの何個か和式で一個だけ置く様式。あの、よくあるのが、あの、よくあるのが、あの、高速道路とかの、あの、古いトイレとかだと、一番置くだけ様式で、あとまあまあまあ、そうか。たまにあります。うん。まあ確かにあるっちゃあるけど、はい。あー。えー。ちょっと。 こういう話こ <laughs> ういう話というわけじゃないで,でもこれ他は和式なんですよね、えー、そうなんですでもこれ,これなんか変だなって俺思ったのはこれ逆じゃないって思うんですよなんか感覚ですけど、うん、和式が消えて洋式の頃だったらなんか時代的に考えてもらうあーなるほど,るほど消えた方洋式ってなんだろうって <laughs> ねだって時代的に考えたらその和式って昔の和式ばっかだったけどうん、うん、少しずつこう和式に,な洋式になってったりとか、まあ、歴史が、うん、古い小学校とかだったらありますけど、うん、どっちかっていうとね新しい方だからそ,そ,うですそっちがそっちが消えるっていうのは <laughs>、うん、それもなんか意味あんのかなとか。うん、どうででしょう <laughs> ねだそそそれで思ったのはその前そのは前 ちちょいちょいい話聞いたりするのはそういうパラレル系の話で新しくなった校舎と、はい、その昔あった校舎っていうのがちょっとこう、ええ、分からなくなっちゃってそ,うそれこそパラレルワールドで、はい、あの夜中廃校を探検したかなんかの時に、はい、あの確実に新しい校舎っていうかその、えー、コンクリートの校舎なんですよ。はいはい、コンクリートの校舎で 生きてたたかかか死んでたか分かん,ないんでないその校舎自体が廃校だったが現存してるものが分かんないああ現存中が生きてるかどうか分かんないんですけど、はい、その夜中はいその校舎の中を探検するっていうので懐中電灯を照らして歩いてってたら、はい、1>, 1階部分は普通の,そういうの言ったらまあ、えー、普通の校舎コンクリートのまあ、はい えー、学校の中を探検してるんですけど 2>,、えー、2階に上がってライト照らしていったら2階の,その教室とかがバーって並んでるこう廊下あるじゃないですか、はい、あそこがなぜか2階だけ木造になってて 2>, 2階だけど、うん、で振り向いても木造なんですよ今来た道が変わってるんですよねえ,え,えはでまっすぐ進んでったらもう床ボロボロなんですよなんだったら穴開いてたりして、はい、もう先に進めないんですよ、はい っていうようなその夜中そのこうでよく考えてみたらその昔そこに古い校舎が建ってて、うん、もしかしたらそういうところに迷い込んだんじゃないかみたいな話もあるんですよね。ああなるほど。うん、その昔の場所昔の,その記憶みたいなようなものがそこにちょっと現れたのかなとか、うん、でもそれだったらさっきの話で,す、ね、です和式と洋式だったら和式が消えるはずだったで、ね、<laughs> そうなんですよね。例えば和式が 並んでて、うん、様式が一個だけなぜかあって、うんうん、それが消えただったら、うん、なんかちょっと今の、ね、お話に近いような感じになりますけど、うん、そうだからここのもしそういったことがあるんだったら何だったら木造のね、うん、何この古びたトイレとかが現れるんだったらなんか階段チックではあるんですけどうん、うん、時系列もちょっとね,ね合わなさそうだし。<laughs> <laughs> なんでしょう、ね、このなんか絶妙に噛み合わない変な話ですよね、うん、でもそういうルールが通用しないのが怪談なのかなとかも思いますししかもそのルールが全く通用しないようなものがなんかこうよりリアルで僕は怪談としてはすごい好きなんですけどね。とその女の子はこういう霊いとかの話を全然信じてなくて。要するに なんかそういう話あるって僕が聞いた時に「うん、いやそんなの私見たこともなければ信じてもいないし、うん、あれだけれども一、うん、個だけ変な話があるの?」と「これは私の中でもどう解釈していいかわからない」って言ってこの話をしてくれたんですよだから「ええいやそれは」ってだから嘘ついてるようには僕は思えない本当に。 なんだろうな。b ちゃんの記憶どっかでふその b ちゃんが本当に。まあ、うん、その方が聞いた時には本当にきょとんとした感じで。でえ何？それっていう感じだったから、もちろんその何にもね。情報を得ることはできなかったですけど、うん、これどうなんだろうな。全く覚えていないのかね。<う>かか a 子ちゃんからしたら、うん、b 子ちゃんは一緒にお菓子食べてるんですよ。お菓子食べたり、うん、要するに秘密の話っていうんですか？あの。<laughs> 子供同士の多分、ね、なんか好きな子誰、ね、とか、うん、そういう話をしてきたのがあのトイレなの、うん、もうないのかなダッシュちゃんだったら絶対に分 <laughs> かんないのかもしれないけど <laughs> どうなんだろう B ちゃんは B ちゃんで何か変なこと起こってなかったのかな ううなんでしょうね,ね実際僕 B 子ちゃんにも会ってみたくなっちゃいましたけどそこはね <laughs> ちょっとそのまあそれのつじつまを合わせるっていうよりも別で何かなかったっていうのはちょっとね聞いてみたいし逆に A 子ちゃんとの思い出の例えば全然違うトイレじゃなくて例えば。うん フルの行為室だったりあ、それがね<え> B ちゃんに悪くて A ちゃんにない、ね、しかもなんだったら A ダメちゃんがいたかもしれないですもんねそうですそうです逆に入れ替わったっていう可能性があるああそこね、お互いがお互いその本人として認識して遊んでるけど、うん、お互いがお互い知らないっていういそうそうそう,そう それはあるかもしれない,、ね、れないそれちょっと聞いてみたいですな、ね、<ー><は>らトイレで A 子ちゃんは遊んでる B ダッシュちゃんがいてその時間で実は B ダッシュちゃんはいるけど <laughs> B ちゃんは B ちゃんで別の A ちゃん <laughs> B ダッシュちゃんの話で<そ>れこれ <laughs> でもそれを本当に聞き出せたらめちゃめちゃ面白いですけどね面白いです,いですうん<ー>、まあ、ちょっとそのなかなかねも、まあ、そんなねどっかその A ちゃんが まだ関わりがあってとかだったらねいいでしょうけどなかなか難しいのかもしれないですけどそういう想像をちょっと膨らませるとこの話はなかなかちょっと面白い。私もちょっと面白いなと思ったんで、ね、これもうぜひあの金田さんに検証していただこうというふうに思いましてです、ね、久しぶりに顔を出させていただいていやありがとういつ,いつかですけど、はい、いつかどこかでその謎の肉片みたいなようなものが、ね、見,つかる見つかって出たとか。 なん <laughs> <っ>じゃこりゃって <laughs>、うん、もう今となっては絶対に誰にもこう知られない状況かもしれないですけどもうどっかの誰かがそれを見つけてたとしても。っていうかそのねあのパ,パラレルアルブがあって、うん、要するに A 子ちゃんと A 子ちゃんダッシュが入れ替わってたとするじゃないですかはい、はい、じゃあ反対側の A 子ちゃんダッシュの方がドアの取っ手を持ってて、うん、中からねで<ー>閉めた時にポロって落ちてきた肉片があったりしたら面白い。

えとこれ4年ぐらい前ですかね、うん、あの、まあ、とあるお笑い芸人の方々とちょっと荻窪にあるガールズバーに行きましてですね、はい、はい、はい。で、まあ、そこの女の子たち、ちょっと階段を僕は集めてるんで、なんかありませんかと聞いたら、うん、まあ、そのうちの一人の子が、ちょっと私の地元にこんな噂があるんですよと言って教えてくれたんですけれども、うん、あの、ある夏の夜に、 地元の若者5人組が集まってドライブに行こうということになったんだそうです。はい。はい。まあ、その時集まったのが男の子が2人、うん、2> 女の子3人、5人なんですね。うんうん、で、まあ、地元の駅のロータリーで待ち合わせて、まあ、車に乗ってドライブに出発したわけですよ。うん、車の中では男の子はまあ運転席と助手席。 で女の子3人は後ろの席に3人で並んで座ったそうなんですけども、はいはい、実はこの男の子2人がですね、女の子たちに黙って、あるドッキリを仕掛けたんですね。<う>ま、そのドッキリというのが、普通のドライブだと言って誘っておいて、うん、実はこっそり心霊スポットに連れていくというものだったんですよ。なるほど。はい。はい まあしばらく走って心霊スポットについて、そこで種明かしするわけなんですね、男の子たちが。うんうん、ここ実は心霊スポットなんだよ、って言って。うん、当然女の子たち怖がるわけですよ。うん、ちょっとやめてよ、気持ち悪いじゃん、って言って。で、まあ、ドッキリ成功かなと思ったんですよ。はい、ところが、この女の子3人の真ん中に座ってた、まあ、ともみさんという女性だったんですけど、うん、どうも様子が変だって言うんですね。 これ、真夏のお話なんですけれども、ともみさん、真っ青な顔してガタ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 震え出したって言うんですよ。はい、で、歯なんかガチ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 言わせて、額には油汗が浮いてるって言うんですね。うん、で、ともみさんそのまますーって意識を失ってしまったんですよ。うん、で、次にともみさんがはって気がついたときには、もう車は、 その心霊スポットからだいぶ離れたところにあるコンビニエンスストアの駐車場に泊まってたっていうんですね。うんうん、で、あれって思ったら、もう両脇に座ってる女の子が、ともみ大丈夫、しっかりしてって言って、肩さすってくれたりしてるてんですよ。うん、で、前の席に座ってる男の子たちが心配そうにこのともみさんの顔を覗き込んでるっていうんですね。うん、で、ともみさん、びっくりしてしまって、え、私どうしたのって聞いたら、うん、いや、何言ってんの 急に真っ青な顔でガタガタ震え出したかと思ったら、口から泡吹いて気絶したんだよって言われたっていうんですね。うん、で、えってともみさんびっくりしたんですけど、そういえば、気絶してる時になんか夢みたいなものを見たっていうんですね。はい。その夢っていうのが、気がついたらともみさんどっかで一人でポツンって立ってるっていうんですよ。うん。あれ私どこにいるんだろうと思って、ふって周りを見たら、うん。 和服を着た着物姿の女性が全身血まみれになって辺り地面にバタ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 って倒れてるって言うんですよ。うんで、うん、ゾクーッとしたところで目が覚めたって言うんですね。うん、で、友ミさん、いや、ちょっと気を失ってる間にこんなの見たんだよねって言ったら、うん、さすがに女の子二人怒ったんですよね。うん、ちょっとあんたたちいい加減にしては冗談じゃないわよと。うん 私たちを一体どこに連れてったのよって言って、男の子二人に詰め寄ったんですね。うん、そしたら、男の子二人、もう罰が悪そうに、うん、いやー、ごめん、実はさ、おいらんぶちだったんだよね <laughs> って白状したっていうお話です。<laughs> あーあーあーなるほど その女の子山梨出身でしたというお話でございました。はあ<ー>、はい、んかお途中で「んもしやってもな <laughs> いや?」。やなるほどねえー。はあじゃあもその当時どれぐらい前かわからないですけど、はい、あそこまで行けた時代ですかね 多分そうですね、この話を聞いたのがもう4年ぐらい前なんで、うん、それよりも前ですよね。確かもういけないはずなので。えっと10年ちょ10年ぐらい前で、いわゆる花魁淵っていうところは、えー、もう柵があって入れなくなってしまってたので、はい、それ前か、もしくはそのあたり、まあ、車、普通に止めれる状況ではあるんで。 はい、もしかしたらそこまでいったのかどうかですね。っていうところですね。まあ、ちょっとやんちゃしちゃったのかなっていう、田舎の若者あるあるというようなお話だったんですけれども。はあ、い、じゃあなんかそういう、まあ、言うたらひょっとしたらなんかいろんな情報が入り込んできてしまって、えー、その状況になってしまったのか、たまたまなんか、そのともみさんはなんかそういうのに敏感な子で、社長があってしまったのかな、ね。 っていう,うん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 ああでも本当あそこあの多分ですけどね僕呼ばれてるんですよ今えそうなんですか、はい、あのこのまあ1年半年とか、はい、の間にもう多分花魁の話45回聞いてるんですよん、えー、やっぱあるんですねあ <laughs> そこは、うん、で自分自身もあるので、はい、ちょっとそこでこっ僕にこっ そのオイランチでの話を「オイランブチ」でできたらいいなって思ってはいるんですけど、はい、チャャレンジャーですすねさがに <laughs> いやちょっとね、まあ、いける状況ではあるのかどうかっていうかちょっと微妙なところなんで、はい、これがね、まあ、いけたらいいなとは思ってるんですけど。 あ、はい、なんかほんにね映りゃいいなとかも思うし何かが起こったらいいなと思うんですけど、うん、なかなか確かに起こんないですけどやっぱめちゃくちゃパーソコン多いから話は、はい、そうですよねしか,しかも僕が経験した話と似た話があるんですよへえ<ー>しかも1個2個じゃないんですよそれが、えー、<laughs> だからすごい俺の <laughs> 俺の中での体験談が周りの人たちによって肉付けされてってるんですよね あーなるほど、うん、<laughs> いやマジでってそ, <laughs>、えー、そんなところってなかなかないじゃないですかないですねちょ,ちょっとそれはないですねねえだからずっとあお前もあそこで体験したんだあなたもあそこで体験したんですねみたいなので、はい、全然バラバラだったりもするじゃないですか怪談、うんはい、話なんてはいちょっとそれぞれそうですよね,ねえ似るなよってなるんですよね <laughs> 似てこられたら困るんだけどって <laughs> ええ、マジやんそうなってきたらってなるから、はい、もしかしたらそういう,こう、まあ、夢とかもそうだしそこで体験したとか、はい、そこしかもそこでこう、はい、体調おかしくなったっていうのは、はい、やっぱもちろん話は聞きますからねやっぱそうですよね聞きます聞きますはいそこはそうっすかいや、はい、なかなかいやありがとうございますいやとと、はい、ちょっとか 行かなければという気持ちになりました。<laughs> これ、行かねばならんでしょうね。な,、はい、な,なんだったら、ほら、あの池さんも、ね、どっかでこう誰かとそっちで行ってみるみたいなもんね。そうですね、いい面白いかもしれないですね。いいすねアウトドアでね。アウトドアなのかな。アウト,アウトアもうね、そういったのって全部アウトドアですから。はい、はい あのー、心霊系統の方々はアウトドアですから。はい、<laughs> ですね。<laughs> じゃあまたよろしくお願いいたします。あぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたしました。はい、本来であれば、はいあのー、去年のうちにちょっと連絡をしたかったんですけど、あそうなんですか。はい、はい、あのー、まあ、ちょっと喉が潰れたりですとか。 あのタイミングがちょっと合わなくて全然声が出なくなっちゃって<ー>、はい、やっと、まあ、周りの環境も、まあ、大丈夫そうだったんで突させてもらったんですけれども去年の秋夏からもう秋になってきたぐらいの。 時期で、うん、えっと起ここっったととなんですけど、はいはい、えとまあお休みで、うん、えっとちょっとまあ家,家の予定がちょっとすごい混み合ってて、うん、まあ電車で移動したりまあちょっと忙しい日だったので、うん、あの結構バタバタしてたんですけれどもはい、はい、あのうちの妻と二人で。 ま、電車で移動してあのホームに、まあ、行った時にですね、うん、あの家族連れの、まあ、若いご夫婦と、うんまあ、ベビーカーをしてる方あ奥さんがベビーカーを押して、まあ、電車を待ってる状態だったんですね。はいはい、なんですけどあの奥さんの,あの顔がちょっとはっきり見えなくて、うん、なんで見えないあのまあ ベビカ奥さんがこう両手で持ってる状態ですからまあお子さん抱っこしまあ顔にお子さん抱っこしてるってあんまないじゃないですかまあまあまあないのでおかしいなと思ったらまあ旦那さんがくるっと振り返ったんでまあ旦那さんがまあお子さんを抱っこされてたんですよであれお子さん抱っこされてるな奥さん抱っこされてないよなってもう一回見たらあの 顔にこうモザイクがかかってて<ん>顔が全然見えなかったんですよ。ですかね、うん、でまあ近づいてっておかしいなおかしいなと思ってたんですけど、うん、まあモザイクがすると取れて、はあまあ、普通の奥さんの顔あなんか俺見間違いで疲れてんのかなと思って。 ってたんですよね。うんうん、でまああのあるその後別に何もなくてあ、うん、あのまあ、家族の用事が済んで「うん、まあ寝ましょう」と言ってまあ寝たんですけれども、うん、でまあその日のまあ夜にですねあのまた目が覚めまして<い>でまあうちあの床にですねえっ、ー、とうちのあと自分と、えー、奥さんと。 うんまあ、ワンちゃんと3人で寝てるんですけれども、うん、あの薄いこうマットレスみたいなのを敷いて寝てるんですが自分が目が覚めたときに、まあ、右にあのうちの妻が寝ていてちょっとうとうとしながら僕もこう <coughs> 右を向いて妻の方を向いたんですけれども、うん、あのトイレに行く感じがしたんですよ。 はい、妻が。うん、っていうのはあの、まあ、僕が寝ていて右側に妻が寝てるんですけれども、うん、あの僕をこうまたいだこうマットレスをこう何て言うんですかねこうざすざすと、うん、またいだ感じがして、はい、あれ妻がトイレ行くのかなと思ったら、まあ、まあ手握って寝てるわけで。はい 横に寝てるんですよね妻が、うん、あれトイレ行ってないじゃんと思って何、うん、だ今の足音はと思って、うん、でまたまあいいかと思って目つむったんですよ。妻が右にいてこう手を握ってる状態で、まあ、僕は目を閉じたんですけれどもそしたらあの目を閉じた瞬間のなんか映像がこう出てきまして妻が えーと一番何て言うんですかね怒った表情で<う>あのわーわー言ってるんですよ。はい、わ,ーわーわーわー言っていて、うん、で、えー、と目を開けると、まあ、手を握った妻が横に寝ていると。うん、で目を閉じるとわーわー言ってるんですよ。うん、なんかおかしいなこれちょっと。 おかしくなって悪ってててきちゃって、うん、でもう一回目を閉じるとあの僕の方向指さしながら何か言ってるんですよ。はい、はいで口をこうまあ読むというか何て言ってるのかなってまあ、じっと見てたんですけど「うん、あのなんでわかんないのなんでわかんないの?」って言っていて。ほう ええ何何何,何と思って僕な <laughs> あの目を閉じながらですね「うん、何何何何何て言ってるの?」ってもう一回こう聞きながらこうじっと見てますと、うん、こう指さしながら「後ろ」って言ってるんですよ。はい後「後ろ後ろ」ななんんでわかいの後後ろろって言っていて「<う>え何何何僕の後ろに何かいるの?」と思ってちょっと怖くなってきて <laughs>。<laughs> で何々ってそしたらあのズーズズズズみたいななんかこう引きずるような音が聞こえてきて<う>でパッと目を開けたんですよね。はいまあ、そしたらあの妻の、まあ、左の肩口から、うん、あの黒いのがこう出てきて、うん、で、まあ、シルエットしか見えないんですよ。 うん、でそれがなんかの着物を着てる子供のようなシルエットなんですね袖があるというか。でまあずずずっと出てきまして、うん、で目があったんですよ。うん、で目が金色に光ってて変身ベルトみたいに、うん、こうギュイーンと回転してるんですよね、うん、両目が。うん でちょっとこのパターン知らないと思ってめちゃくちゃ怖くなって、うん、で僕「うわーうわ」ってちょっと声上げたんですよ、うん。いなくなってほしいと思ってこのパターン知らないと思って、うん、まあそしたらいなくなったんですよ、うん。であ良よかったいなくなったと思ったらあの微妙なこう金縛りに合ってたみたいで、うん、ちょっと力入れると金縛り取れるみたいな、はあ。 そんな金縛りってちょっと初めてだったんで、はい、いやすげえ怖,怖かったなと思って、うん、でまあ普通にその後寝たんですけど、はい、で寝て、まあ、次の日朝仕事だったんで、うん、まあ起きて顔を洗ってあの洗面所から、えー、とリビングの方に行きましたら、うん、まあ妻が立ってたんですよ。うん で、僕の方をこう指さして「うん、あ」って言ったんですよね。ああーって言われて、うん、でまた僕の後ろになんかいると思って、うん、もう跳び跳ねてもうびっくりこいて「うん、うわ何何何」って言ったんですよ。<笑><笑>いきなりびっくりされたらこっちもびっくりしちゃいますからね。びっくりして。<laughs> でなんかその様子が妻としてはおかしかったみたいで。うん <laughs> 毎日変な、あのー、怖い話とか聞いてるからそんなことになるのよって言われたんですけどほうほうでその指さした理由っていうのが、うん、あの奥鼻血を出しててほうほう左の鼻から。でまあ気づかないぐらいたらっと垂れてて、うん、で、まあ、しばらく止まらなくて、うん、まあなんとか鼻にこうティッシュ詰めて仕事には 行ったわけけなんですけどその後はあのはその日は別に何もなくて、うん、で何日間が変な夢を見ることになったんですよ。あまでそれが大体そうですね2週間ぐらいで、まあ、3日に1回ぐらい、うん、あの同じような金縛りで目が覚めるっていうことがありまして、うん、でその 夢のの内容っってていうのがが、うん、日本人形がこう立ってるんですねすごい綺麗な日本人形が立っていてちょっと動いて僕の方を振り向くと、うん、ちょっと動いて僕の方を振り向くっていうだるまさんが転んだみたいなだるまさんが転んだみたいな映像がずっと続いていて、うん、でその2週間ぐらい3日に1回ぐらいがずっと続きまして。 でまあちょっと僕もあのもしかしたら何かあの変なもの持ってきちゃったのかなと思って、うんうん、あの夢の中でちょっと話しかけてみたんですよええそれはいわゆる名積む的なことなんですかあちょっと名積むというかはわからないですあの夢の中なのかその起きてって あのなんか覚醒してるけど体動かないっていう状態だったのかちょっと定かではないんですけれども。微妙なところなのか。ええ微妙なところでちょうどあの妻がこうワーワー言ってた時に似てるような感覚がしたんですね。でちょっと話しかけてみようと思って話しかけてみたんですよ。でまああなたはどこから来たのか知らないけれどももし。 あのここの家にいたいっていうんだったらあのうちのこの家族が幸せになるように協力してくださいってなんかそういうふうに言ったっていう会談の話を他で聞いていたので同じように話しかけてみたんですよ。でまあ,あの幸せになるようにちょっと協力してくれないかいと。うん、で、えー、と代わりに。 「ほにょもにょ」って多分僕無意識で言ってて何、うんうん、て言ったのかっていうのはその時ははっきりしなかったんですけど「もにょもにょほにょもにょをあげるから」その代わりに「ちょっと助けてくれよと」と今ちょっとどうしても仕事で必要なものがあるので。うん それを買うための対価として僕のモニモニをあげるから手伝ってくれって言ったんですね。でその数日後に、うん、あのひょんなところからあのその自分が必要であるものを買うための金額が手元に入ってきたんですよ。 それで、うんまあ、座敷わらし的なものなのかなかちょっとわからないんですけど、うん、まあ願いが叶ったんですよねはい、はい、で多分あとで気づいたんですけど「もにょもにょ」うん、って言った文言で僕多分うんと無意識ではあったと思うんですけど「うん、寿命」って言ったと思うんですよ。<laughs> <laughs> 寿命と引き換えに必要な金額がありえないところから入ってきたんでちょっと不思議な話だなと思って <laughs> <laughs> え。ということは、はい、<laughs> もちろんその仕事だったりとかも、まあまあ、本当に欲しい、はい、それが結構重要な今後の活動っていうかその仕事にとっては。 これがあると、すごくまあはかどるしよ、はい、よ良いもん。だけども、やっぱりまとまったお金がないと買えないぐらい、まあある程度高価なもの。そうですね。が手に入ったと。はい、ね。しかもその夢を見て。はい。それを願ったと。で、<だ>その。大額が入る前日に壊れたんですよ。ものが。ああ。ん。はいえ。え、じゃあ。うんと、持ってはいたけれども。そうなんです。 ちょっと買い替えたいなとかあの買い替えないと仕事できないぐらい重要なものなんですね。なるほど、まあ、でもそういうのってありますよね、はい、スペック的な問題とか、ね、新しくなったらこ,こっちの仕事もできるのにこれがあったらなでもなが <laughs>、ねはい、いろいろあったり、まあ、どの業,業種か分かんないですけど、まあ、そういうのって、ねはい、いろんなところにはあるでしょうけどそ,うです、ね、その買う前日にお金が入ってくる前日に壊れた。壊れましたで うわ、なんだったら、これ壊れちゃったら、今やれてる仕事もできなくなんじゃんですよね。そ,そうなんですよ。<laughs> そしたら、まとまった金額が入ってきた。はいそえ。それって。はい。お値段、おいくら、おいくら入ってきたとかって言えるんですか。八 <laughs> <っ>万です。あ、八万。なるほど。はい、あ、な、豊田でなかなか大きい金額ですね。ねなかなかですよね。しかも、それがひょんなところから入ってくるわけですよ。 そうなんです。で、その日の仕事が、うん、えっと前日に壊れて、うん、で次の日の仕事はあのー、その機械を使わなくても大丈夫な仕事だったんですよ。あ、じゃあいろいろとこう、ええ、なんか言うったらこれがまあ夢がなくなったとしたってえどえらいタイミングでそれがことが起こってるわけですよね。ええ、壊れるお金が入ってくる新しいの買うで。たまたまその次の日。うん あの仕事を使わな、あのその機械を。使わなくていい仕事の現場っていうのが、うん、あのその機械をこう。まあ仕入れてるところで。はいはい。まあ次の日に手に入るよって話で。ああ、じゃあ。その次の次の日は、もう機械がないと仕事にならなかったっていう状況だったんですよ。じゃあもう、すっごいうまい具合で回ったんですね。回りました。<laughs> はい<ー>。<laughs> で、この。あの。 23週間の間に、うん、あのいつも作業中にかなたさんの動画をずっと流して聴かせてもらってるんですけどいつもこうラ,ランダムじゃないですけど一応順番通りには聴いてるつもりなんですけれども途中であの w i f i の調子が悪かったりとか、うん、あの通信の影響で止まったりとかするんで一、うん、回こう、まあ、携帯見に行って。 もう一回差し、まあ別の動画に切り替えてっていうことが何とかあったんですけど、はいはい、あの何回やってもあのうとさつの体験談しか出てこないんですよ。<laughs> いやあのねえいつもいつも見ていただいて本当にありがたいんですけど、いいいいあのそればっかりは僕のせいではないです。<laughs> <laughs> あのー、すごい体験させてもらったなと思いまして、ね あの結構ねそういう方いらっしゃるんでね、えー、あのマジかって思うんですけどこれはねいろんな方々に言ってますけど僕のせいでは絶対ないと言 <laughs> い,い,い,い張り続けようと思うんですけどでその出てきた黒いシルエットっていうのが、うん、あのお子ちゃまってあ<ー>あの着物を着られてた。ええじゃあ はい、えその動画が出てくるうんぬんっていんその夢,の、はい、夢かうつつかのその子供光る目の子供ってじゃないかなってまあどっちか分かんないんですけど <laughs> <う>あの透明ちゃんの方なのか透明ちゃんってでも着物着てらっしゃるんですか 包丁持ってたからちょっと分かんなかったですけど、うん、右手上げてましたね。お<ー>分かんないですけどほうほうほう。まあ僕に関わりはないのでいたとしてもあの透明ちゃん自身は。はい、<だ>ああそうですた、ね、だでも分かんないんですよね正直。あの透明ちゃんの持ち主というか飼い主も今となっちゃうなので、ええ、あ今となっては、うん、もう消息が分からないので。ははいはい、はい、うん あの最後らへんものすごく言動がおかしかったな大丈夫かなってどっか行っちゃったんで、えーうん、確か透明ちゃんの写真が撮れましたって後からいなくなったと思うんですよねえー、<laughs> マジですか、うん、まあまあ分かんないですけどだ、ねはい、そんなことが起こってるかどうかでも,でもこれじゃあえ言うたらもしかしたらうとさず関連の可能性があるっていうこといやちょっと可能性大だと思うんですよ <laughs> でもそう考えたらその買い物行っていて奥さんの顔が奥さんの顔ですよね、はい、モザイクになってたのってはいはいはいそうですねそれがねちょっとそれあの関連があるかはちょっとわからないんですけど、うん、あので実はあの、まあ、前回というか、うん、あの何度かあの突出させていただいてるんですけれどもはいはいはい。あのその 起こったことって、大体夜なんですよ。あ、あはい。えー、あのニット帽の女の方でしたとか。ほうほう。とか出てきた、あの、日中に何かしら起きてる、起きてたなっていうのが、今頃になって、わか、分かったというか、思い出したというか。あー、なるほどね。ええー。はい,は,いはい、はい、はい。 日中見落としがちというか、そのささ、はい、些細なことだったらまあ例えばまああれ目,目が霞み霞んでるなとかあ、そうなんですよ。<laughs> そういう風うにこういき行くじゃないはい、そうなんですよ、ね。でもで、あのあ起こった現象っていうのがあのー、まあこれも妻とえっ、ー、とショッピングセンターで買い物してた時に、うん、あのー、雑貨屋を取ったんですね。うんうん。あのー、置き時計が何個か置いてあって。 うん、何気なしにこう置き時計を見たら、うん、あのー、まあなんて言ったんですかねぐにゃっとこう時計がこう時計の置き時計のこう文字盤が雨、うんうん、バみたいにこうぐにゃっと歪んでたんですよ。ほ<う>っていうのがあったりですとかあとは同僚、えー、標識の、うん。 駐車禁止のマークってありますよねはいはいあれがえっ、ー、とくるくる回ってたりとかいやそんなバカな <laughs> あれってがっちり止まってるんでそん,そんなことはないでしょうよ回ることないじゃないですかえそれは中の絵,絵とかそういうのが回ってたのそれとも標識が5と回ってたグルグルあ標識5と回ってましたそんなことはないでしょうよ あったのが、うん、あの全部時計回りなんですよ<う>あの時計歪んでた時計も、はい、えと回ってた標識も、うん、これ寿命を大にあげたので、うん、時間を早回しにされてるんじゃないかなと思って。あそれを見えそれ嫌がらせに近くないですか <laughs> 相当嫌がらえお前の <laughs> お前の寿命をこんだけどんどん減ってってるよう的なことを言い <laughs>、うん、見せてる可視化させてる,って言ってるのかなっていうでもそうでもそうん、そうなんですいやでもどうなん ?8 万ってそもそも8万ってどんぐらいなんでしょうねいやー結構な金額ですよね <laughs> いやあのじ時間的に寿命として考えたら <laughs> まあどうでしょう 一年一万と考えて、まあ、ペタか。寿命 <laughs> 割に合わんわー。<laughs> まあ、でも、それでもいいかなーって思っちゃってたんで。<ー>それだけちょっと追い詰められてたんで。なるほどね。前は一年一万はちょっとね。でかいですかね。ちょっとでかいんじゃないかなーと、はいはい、もう一個ゼロつけてほしいんですけどね、せめて。あ、そうですね。うん<ー>。<laughs> 一万とかだったらね、ありがたいなって思いますけど、ありがたくないですけど、安売りしちゃった可能性があります。<laughs> ちょっとね、命バーゲンセールしちゃいましたね。<laughs> そうなったら八年ですよ。八 <laughs> 年です、ね。<laughs> なかなか八年はねえ、はちょっと痛えなあって思い思っちゃうけど、そうですね。まあ,まあ、まあそれだけ大事なタイミングで。 あの大事な機会を変えたのでまあねまあ良、うん、かったなと。んか来年再来年死ぬわけではないのかなっていうのがそこで分かるからそうですね。<laughs> まあ分かってわかるわけじゃないですけど <laughs> 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 まあ気の持ちようなのかもしれないですけどまあそうです、ね、あのー、ねそういうひょんなところからお金が入ってでもなもしかしたら命を退化にして願いを聞き入れてもらったとするのであれば。はい、うん、うん なんかその自分の周りにはそういうまあそれこそその顔がモザイクまあぼかし、はい、ぼかしみたいなことするモザイクですかぼかかしですかいやこれがね完全にモザイクだったんですよあじゃあこうだ、あのー、か正方形のジラジラって感じのそうなんですよよ<ー>よく見るテレビとかでよく見るはいはいはいテレビののはい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 は じゃないんですけどちょっとあのモザイクって怖いですよねねなんか、ね、いやめちゃくちゃ怖いでっっすね。<laughs> ありえないじゃないですかその、はい、視覚としてぼかし的なことだったらまだ視覚、はい、その目というところに、まあ、疾患があるのかなとか、はい、局地的にそこが見えなくなるっていう目の病気もあったりするじゃないですか。 ええね、でもしかしたらそういうサインなのかなもしかしたら脳のそういうようなものなのかなちょっと病気を疑う方向に行き,がち行きそうですけどはいちょっと病院行かなきゃダメかなって思いましたそれぐらいはっきりモザイクは、ね、モザイクって視覚のその、はい、バグとしてどうでしょうね <laughs> あの何て言うんでしょう目がこうでかくなったりとか。 あの顔の部位の一部がこうでかくなるっていう症状があるっていうのは聞いたことあるんですよ。は、うん、はいはいはいその、うん、レ,レンズそのちゃんとした車体の大きさが捉えられなくなっちゃうとか、はい、そういうことなんですかねもともとの,元々のなんていうんですかねの脳のそういう、まあ、発達障害と言っていいのかちょっとわからないんですけれどもそう,うそういった症状をあまあこれ なんでかっていうと、うちの息子と娘がそういうそういう、まあ、症状というかあ、あ、そうなんですか。先天的なものなんですか。で、そうそうですね。<ー>もうあのお医者様からの判断で、<な>まあ<ー>、まあ、そういうまあ例えば現調が聞こえたりですとか、あの喋ってる人の、まあ、目とか口とかが大きくなったり、そういうふうに見えるっていうあの症状があるっていうふうに聞いてまして。 まあ自分ももちろん血がつながってるんで、うん、もしかしたらそういう症,症状の一部としてあ<ー>あのそういうものが見えた可能性もなきにしもあらずなんですけどモザイクってまあないモザイなんかモザイクってすごくこう何、はい、でしょうねな、まあ、おなんか先入観かもしれない、うん、そういうのがあるかもしれないですけど。 はい、でもモザイクってなんかちょっと人為的なものでその作られた何かと思うからう、ね、ぼやけてるとかそういうのってこう、ねえー、ありますけどモザイクなんかちょっと外部から別の力というような意識が働くから。はい なんかまた違うのかなと思うんですけどねあの二三メートルぐらいになってやっとはっきり顔が見れたっていう感じだったんであえちなみにその病気なんですかそのお、はい、ちっちゃいものが大きく見えたりみたいなようなものってコメントあまりがアリス小コーン軍とかあるじゃないですか自閉症スペクトラム っていう。ああ、また全然。くくりになるみたいです。まかねはい、ええ、な、なおかえっと。ちょっと、まあ、人によって、その症状の出方とか。うんはい、はいはい。あの、改善の時期っていうのは、異なるらしいんですけれども。えっと、まあ、大きくなって、まあ、例えば、成人。になれば。あの、まあ、改善されていくっていう話で聞いてますね。 そういやいやねまあなんか症状も軽く、ね、なっていけば、ね、成長につれてねなっていくんだなと思いますけどす、ね、ひょっとしたらそういう、はい、でもまあそこもなんかそう血がつながってたりするとそういうのもあるでもと,とはいえやっぱそこだけで考えたらそういうこともあったりするのかもな、ね、だけどやっぱそれ以外の何かね出来事っていうのがちょっとまた。 何か別のものをこう想像させちゃうし、はい、これは何が起こってるのかなとか <laughs> もちろんねお金が入ってきたことはすごい嬉しいけれども本当に寿命持ってかれてるんだったらなんかちょっとあれしかもまたそういうのが起こって、はい、なんだったら寿命多い足りねえぞみたいなことを言い始めたり,なりな <laughs> なんかねいろんなこと考えちゃうのはちょっと気持ち悪いなって思っちゃいますけどそうですねで最近になったの、まあ僕の僕 まあ勉強部屋っていうのがあるんですけれども、うん、まあそこに妻がこう静かにこっち勉強部屋に来まして、うん、なんかあの上の方をこうキョロキョロしてるんですね、うん、どうしたって聞いたら、うん、<laughs> あのいやこっちの,あの壁にも、まあ、天井というかにもお札貼っていて、うん、その娘の部屋にもお札必要かねえって言ってきたんですよ。うん <ん>で娘はあの勉強部屋の、まあ、廊下挟んで向かい側に娘の部屋があるんですけど、うん、まあ要は北,北側というか、うん、でなんかそっちの娘の部屋の方で、あのー、最近ラップ音がひどいとほうほうお札貼らなきゃいかんかねっていう話をしてまして<う>つい1週間前ぐらいですかね、まあ、ラップ音ね。 まあるかかかどうかは分かんないですけどまあねそこにほら貼ると、はい、あの僕ら僕の持論ですけど僕はお肌とかまあ貼らない方がいいかなと思ってて、はい、そこにそれを貼るとそのオカルト地味てるんじゃなくて、はい、オカルト系統じゃなくてそっちにやっぱり意識集中しちゃうじゃないですか。そこに何かがあるっていうふうに視覚的にもうやっぱ見えちゃうから。 些細な音とかあの怖い映画めちゃくちゃ怖い体験した、うん、怖い映画見たなんかその恐怖を体験した日の夜、はい、めちゃくちゃ物音聞こえてくるじゃないですかあれを作っちゃうことになりかねないなと思ってて、ねうん、んかどっかを例えば、えー、どっかのでっかい稲荷に行ってきたとか,、はい、なんかすごいでっかいお神社に行ってきたっつって。 もうそれはもうなんですかねしきたりというかもう流れで毎年お札を、はいまあ、向こうに返して昔のは返して、ええ、で新しいのを、あのー、きちんと、えー、常に常に毎年毎年新しくしていくみたいなような家の中のそういうものだったら全然いいと思うんですけど恐怖なんか物を抑えるみたいなようなので,そうです、ね、使うとちょっとね なんか、はい、ここ怖がらこ怖それを見た時にそれを思い出しちゃってずっと忘れられないし、ええ、そうですね、うん、でやめた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、ええ、あのもう <laughs> 僕もあの気にするなって言っときましたあなんか一番いいかもしれないですっけどね気にしないのがただ気にしなくなるまでちょっと時間かかっちゃうのがそうですね <laughs> ちょっとねはい、あ。 あいやまあでもちょっと何もねなけりゃいいと思うんですけどそうですねあの去年えっ、ー、とそうですね秋口にあってこのことがあってその後結構体調不良がずっと続いて年末年明けまで続いたんであとね今と入って何もなかったので、うん、まあ大丈夫かなと思ってまあねまあね、はい 話せる、ね、ものだったら、ちょっと話して発散みたいなこともできると思いますし。しね,ね。また遊び来ていただければと思いますけどもあ。ありがとうございます。はい。いや、すみませんね、はいろいろと。はい、あの、僕。ただ、僕のせいではないです。すみませんね、とか言っちゃいましたけど、僕のせいではないということで。いい <laughs> <laughs>